デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナー特別バージョンということで、5万人配信でね、5万人の配信じゃねえけど、5万人突破記念配信で、寄せられたコメントへの、ご質問をね返していこうかなということで、専門家のデメさんよろしくお願いします。5万人の専門家ではないんですけど5万人の専門家、最近専門家がちょっと怪しくなってきてるのが、ちょっと銃の技術が変わりすぎてません最近？あ、なんか新しい話とかね、すごいいっぱい聞くんですよ。こう流行りが変わってきたりとかね、いろいろありますよね。そろそろね不安なんですよ。まあ何の専門家とは言ってないんで。そうなんですよ、ええ、だから銃だと勝手に勘違いされてるかもしれないけど、まあ皆さん人それぞれですよ。もう何の専門家と思ってるかは特にね、肛門科の専門家かもしれない。そう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 、肛門科の専門、肛門を書くためだけの専門家かもしれない。分かんないですからね。分かんないです、業界は売れ会の会長ですから。ただで守る会の会長でもいろいろ会長兼任されてますよね。会長やってます、やってます。それは何の専門家分かんないですよね。どうですか、肩書きはいっぱい持った方がいいんで。なんでまあ皆さんそれは大丈夫ですよ。誰も文句は言わないです。あ、そうですか。そっちの専門家だったのかと。ああ、そういうね寛大な気持ちでね思っていただけると違うじゃないかっていう声は受け付けません。あ、パワープレイなんですねこの動画は。そうですね、だってザックバランに僕らが思うこと勝手に言ってるんですから、うん、そうですね。それを信じるか信じないかはね皆さん次第。それはそうですね、それはもう気が楽ですよね。はい。あ、合うな、意見が合わないなってのあると思いますから。ということで今回、コメントでね寄せられた質問をやっていきたいと思います。メジナさんからのコメントでございます。ありがとうございます。いつも視聴させていただいてます。デメ裏に聞きたいはすごくためになり、こんな疑問もあり、その疑問に対してこの解決策があるんだと勉強させていただいてます。浦方さんの5分レビューの動画もすごくわかりやすく簡潔にまとめられていて、とても見やすいで見やすく思います。ですが最近デメ流が少なく感じ寂しく思います。デメさんの腱鞘炎やお二人がお忙しいことがあるとは思いますが、1年に1本でも2年に1本でもいいのでデメ流を上げてほしいです。長文失礼しました。いや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 、上げてる、上げてるかな、上げてるかな。ちょいちょいデメ流上がってます最近特に。いいかなって僕は思ってます今。1年に1本とかじゃなくて上がってますちゃんと。年1ぐらいでも本当いいかなぐらいの気分、上がってますから上がってます。そろそろ次も撮らないと。だからデメ流今までほら商品のレビューもしてましたけど、もうちょっと違うね、今度何でしたっけ、リポの充電器とかバランスの説明、ヘブンとか電子トリガーとか、もうちょっとね突っ込んでねやっていきたいなと思ってるんですよ。すごい自分の専門家的な意見言っていいですか、自分でやんなさいよ。人に頼っちゃいかんよ。そんなね、売ってる方、売ってる方説明してあげて。売ってる時はね、売ってる時はいいんですよ。いいですか、いいですか、売り物だから。いいですか、これちょっとあの5万人で特別辛口バージョンで言いますけど、いじれやまず自分でと思うんですよ。あーでもね、こうでもねってギャ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 言いやがってよ、バッテリーはこうでもねってやれやいいじゃん自分で。じゃあそれもまあまあまあいろんなねコメント寄せられますけれども、そうそう、心からうるせえなと思うんですよ。この間ほら、あの充電器でバランサーだっけ、はい、あれわかんないって言われたのは、あれお客様がご購入いただいて、そう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 、で使い方がちょっとどうやってもわからないんだということでお問い合わせいただいた。そういう人のさ、うん、答えてあげたくなるじゃん、はい、やっぱ困ってんだって思ったら、いやそんなのこうだからみたいなの言う方いらっしゃるでしょ。黙っとけよっていう、いもう入りづらくなっちゃうだろそういう人がって、聞きづらくなっちゃうだろよっていう、そうね、あのその知ってるだろみたいな手はやめようやって思うんさ。いやデメさんさっき自分で調べろって言いましたよね。自分でまず調べようや。はい、それでも分かんなかって聞いてきてるんですかで、ね、あのセカンドオピニオンをしたいじゃない人間って。まあね、だから俺が言ってた意見と多分ネットの意見って違うことって多々あるんですよ、はいはい、だから信じるのはあなただから、はい、まず自分でやってみようや。あくまでもこれは一つの提案であってもう一つがあるよっていう
だから自分の合う方を使えばいいさ。でそれは自分でやらないで知ってるっていうのは間違いなんさ。自分で試して自分でこういう結果が出て、例えば家が燃えたらそれは残念だったね。残念だったねって思わないですけど。え、あー残念残念って思わないですけど、死んじゃうかもしれない。だってそれもあれですからね、あのうちに消防に電話が実際にかかってきたのはアマゾンで自分で調べて買った充電器で火事があった、うんうん、で本当に大丈夫なんですか、いやダメですよって僕ら専門家としては言うわけですね、うん、そうですね、それは専用の充電器を使わなきゃダメですよって。でも安いから買っちゃったんでしょ、うん、そしたらトラブルは起きるよねって。で安全の袋とかも持ってないんでしょと、それは危ないよねって言いますよ。これだけ情報が溢れてる中でもう二度とその人多分充電器を買わないと思うんですよ、自分の知識では。超懲りてるはずです。だからミスをして、ね、取り返しのつかないミスになっちゃうとまずいんでしょうけど、調べることを努力しないと伸びないのかな。やっぱり何でも好きはものの上手なれっていう、何でもそうですよ。だからあくまでも俺が出してるのはうちで売ってる商品に対してだから、他店でこういうのがありました、大丈夫ですか、分かりませんが正直なところなんですよ。これはいい人悪い人じゃなくて、見てないものをいいですよっていうのは俺は言っちゃいけないんですよね。だからいろんな例がこう出していただくんですけど、どこどこのお店でこれがありますよ、ありますよ、その情報を見てくれてる人は、その人を信じるのはそれでいいし、ただ個人的にはうちで紹介したらうちで買ってよと思うのも事実だし、でちょっといろいろなものを情報の精査をしっかりしないといかんよね、うん、言ってたから大丈夫じゃなくて、言ってたけど自分で調べてやってみる、これすごく難しいんですよね。やってみるのにミスがあるかもしれないから怖いからやれないって。ペルンの一番ベストなのって自分でやらないと出ないんですよ。あのオーソドックスなのが僕ら出せるんですけど、はいはい、いやあの人の銃の方が レスが早かった、レスポンスが良かった、なんで、それはその銃に合ったセットアップをその人が見つけ出したから良かったんだよね、はい、っていう感じですから、あくまでも答えることとかは僕らはやれるんですけど、それに頼り切っちゃいかん、まあうん、はい、その熱い思いをだからデメリューでね、またやっていただければと思ってますんで、いやもういいんじゃないか、ね、5分でということでね、ちょいちょい上がっておりますんで、ちょっと、いっぱい動画が毎日上がってるんで、多分どん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 こう送られてっちゃうんで、あのデメリュー本編はデメリュー本編で、一応再生リストがね あるね、ありますんで、そちらの方でもしね探せなかったらそこまで見てもらえれば分かりやすいかなと思いますんで、よろしくお願いします。5分いいですよ、見やすいですもん。ただね、やっぱ内容はねキュッてなっちゃってるんで、やっぱ言い切れてないのあるんですよ、いっぱい言うことありますか。設定とか無理だもん、5分じゃ収まんないの。俺デメリューでも設定やりたがらない人なんですよね。それをあの右往左往しながらやれるのがデメリューですから。いやその顔は何ですか。カッパスタイルなんですかね。ということで、参考にしていただければと思います。ある程度定期的に上がっておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK、 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー、皆様からのご投稿お待ちしております。